東日本大震災の緊急雇用創出事業を、めぐり、業務上横領罪などに、問われた北海道旭川市の、NPO、大雪リバーネット、破産手続き中、の元代表理事、岡田栄吾、37、と、妻光代、34、の、両被告に対し、盛岡地裁は19日、栄吾被告に懲役6年、求刑、懲役8年、光代被告に懲役2年6月、求刑、懲役3年6月、を、言い渡した。岡田健彦裁判長は、被災者の、思いを踏みにじる身勝手で、悪質な犯行、と述べた。判決によると、栄吾被告は2011年11月、12年11月、岩手県山田町からの雇用創出に、関する事業の委託料を、マンションの購入費や勤務実態のない親族らへの、給与などに充て、計約5300万円を、横領。このうち、約1300万円分に光代被告が、関与した。さらに、栄吾被告は破産申請を、した後の13年5月頃、NPO の財産である水上バイクなど、計19点、購入価格契約1520万円を、道庁から青森県十和田市に、運んで隠した。二村雄志郎、藤井智子。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。スマホの方は、動画の下のチャンネル登録から、お願いします。動画の評価を、していただけるとありがたいです。